はい、本日はですね、3月に着たい洋服をね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、この今見ていただいてるあなた、まさかダウンジャケット着てませんよね、ということで、3月はですね、もうダウンジャケット着ません。パッて街中見てもらったらわかると思うんですけど、だいたいこういうふうにね、軽装に若干なっていきます。でも言いながら、ちょっと寒くないと、こう、ダウンやっぱ着てる方があったかくないと思ったりするんですけどもね、ダウンジャケット着てると暑すぎる時があったりとか、ダウンジャケットがちょうどいい時があるっていう時はですね、このアウトドアの真骨頂、重ね着をしていくんです。なのでね、今日はね、僕の3月に着たい服っていうのをね、ずらっとご紹介していこうと思いますので、本日の流れとしてですね、まあ、今月着ようと思ってるのを9点ぐらいね、ザザザッと紹介していこうと思ってますので、間違ってもね、もうダウンジャケットはそろそろ卒業してください。もう3月はね、あったかくなってきておりますし、日中はちょっとダウンじゃ暑いと思いますので、じゃあそんな時はタクトどうしてんのというのをね、今からご紹介していこうと思います。ではね、一番最初まず紹介したいっていうのはですね、足元からいきます。で、僕の視聴者の方っていうのはですね、もう去年の秋、冬ぐらいかな、すぐっていうね、サンダルをご紹介しました。で、それを見ていただいてね、俺スープ買ったよと、私もスープ買ったよって方結構いらっしゃるんですよね。で、あのサンダルはめちゃくちゃいい。あれはめっちゃいいんですけど、ただちょっと季節感出てませんよね。やっぱ春先にダウンはどうかなっていうのもあるし、どんどんあればっかり履いてたらおしゃれから遠ざかっていくんですね。楽ちんは楽ちんやねんけども、ちょっとおしゃれなんかって言われたら、確かにそれ思っててんと、やけどやっぱり履きやすいから履いちゃうねんなっていうのはあると思うんですけど、こんなもん慣れてございます。僕もね、先月ぐらいからもうスープを履きやめてます。もう履くのを最近やめてスニーカーとかにね、どんどん転換していってまして、この辺にね戻ってきてまいります。バンズのね、こちらは、防水のバンズになってるんですけども、ちょっとねもう今売ってないかもしれんけど、このイーベントっていうね、中にイーベントって入ってあるんやけども、このねモデルを、使ってます。まあいかんせんね、防水大好き男やから、まあこの辺の、他をねのねゴアテックスなんかもそうなんですけど、他がね今年ゴアテックスまだ出てないんですよ。で、代わりにいいとこ見つけましたんで、僕それまた購入してレビューしますのでね、他をねおねの次のモデル欲しかったんっていう方はね、いや違うブランドからこれいいのありましたよなんていうのをお紹介しますので、また楽しみにしててくださいというのがまず一つ目ね。まあスニーカー編で、次はじゃあジャケットいきましょう。まあこの辺ジャケットずらっと並ばしてもらったんですけどもね、僕が今着てるような感じでマウンテンパーカー、これはですね、もう見たらわかりますよね。こんだけスタイリッシュに決まってて、あ、これ完璧やん、タクゾーこれ何のジャケット着てんの、ノーセンスはわかんねんけどって言ったら、やっぱりあれですよねなんていうことで、ラオジャケットでございます。こちらラオジャケットを着用してるんですけども、わかりますよ、これだけではちょっと寒いよねということでね、こういう中側にねインナーを挟んでるんですよ。で、インナーダウンみたいなものを挟んでます。で、それをね今回は紹介していこうじゃないかという流れになってるんですよ。で、この組み合わせをしてみてください。もう全然寒くないから、で、めちゃくちゃちょうどいいから、ほんまですかと、そんな薄いのにダウンと比べたらだいぶ寒いでしょうと思ってるそこの奥さん、ちょっと待ってくださいよ。そらこんだけモコモコしてたらね、あったかく見えると思うんですけど、逆に言うと調節はできますよね。あったかい一方でちょっと蒸れたなとかね、ちょっと汗かいてきたなっていう時はもう脱がんといかへんっていうことなんですけども、脱いだら脱いだでまたちょっと寒いっていうのがあるんですかね。こういうのがほんまにこの微妙な季節感、ちょっと日中あったかくなって夜寒くなってっていう時に使えるんですよっていう、これ何回も言ってるんですけどね。まあこれラオジャケットに、この中着てるのはね、パタゴニアのね、インナーダウンみたいなものを着てます。まあこれちょっと洗えるやつやから、まあ楽ちんやからね着てるんですけども、こんな感じになってて、で次がね、先月ね紹介したんやけどもね、これねちょっとやっぱ着てみたいなと思ってね、チャムスっていうブランドの、これもゴアテックスのね、まあほぼほぼ同じような感じですわ。まあ細かく言った感じなんやけども、まあ同じような感じじゃないけど、ちょっと着ていきましょうか。今現時点ではね、まあこんな感じで特にデメリットないかなとかって思ってたんですけども、やっぱり何回か着用してくるとね、例えばちょっとね、あ、こことかが微妙なところかなっていうのもあったりして、ダブルジップじゃないんですよ。だから1個しかジップないから、この上にまで上げるのはできないんだけど、下こうやって開けたりとかはねできひんっていうのがね、こんなも使っていかなわからへんっていうことなんで、まあこれもね、まあまあ使ってみてからどんな感じなんかっていうのを判断していこうと思ってるんですけど、このチャムスもね同じような使い方ができますよということで、これも中にねインナーダウン挟んで、まあこういう風に着といたらほんまにめちゃくちゃ長いんですね。今月はこれでいいでしょ。で、来月4月はね、このインナーダウンをパッて外してあげればね、こんなロンティーの上だけにこうジャケットパッて羽織ってあげるでも全然いいんで、こういうねマウンテンパーカーはねまだまだいきますよ。今月来月まだいきますよ。これね次行きたいなと思うんですけどもね、次のジャケットっていうのがね、こちらも同じくマウンテンパーカーに なってるんですけども、こちらがですね、僕が初挑戦してるデニムのマウンテンパーカーになっております。で、これ何を挑戦してるんかというとですね、50着売れないと販売しませんというね挑戦を初めてさせていただいております。なんで50着売れないと販
売しないのと、別に10着でも売ったらいいやんって思うかもしれないんですけども、とにかくそれだとですね、僕の抱えるロスがでかすぎるんですよ。まあ具体的な数字で言うとね、まあ500に近いぐらいかなってなってくるので、このジャケット1着のために500万を借金背負えませんよなんていうことでね、まあ50着購入していただければね、まあなんとかプラスマイナスゼロぐらいまでいけるっていうことで、これ防腐仕様で作りました。もう僕これ着てるやつやからね、もう結構経年変化しますが、ほんまはねもっとこう暗い色味です。こんな感じでね、首元結構上まで設定してまして、まあデニムなんでこうやって着れば着るだけね、こうやって味が出てきてるんですけども、いかんせん僕の好きなあのラオージャケットをベースに作ったこれ完全インディゴバージョンでございます。まだね、あのいろいろサンプルに出さなあかんかったりとかして、もうあんまり着れてないんですけど、2ヶ月ぐらいね着用するだけでもこれぐらい色変わってきますので、着れば着るだけ自分の体にね馴染んでくるというような感じなんですけども、これレビュー動画でまた言おうと思ってるんですけど、とにかく重たい。ほんまレザージャケットよりちょっと軽いぐらいのイメージなんで、まあ頑丈は頑丈やねんけども、ほんまレザー着てるような感じでね、育てていくという発想で、あの着てもらいたいなと思ってはいてるんですけども、これが、今月着たアイテムね。で、次のアイテム行きたいなと思うんですけども、やっぱ同じような感じで言うとね、こちら、マウンテンライトジャケット。このジャケットはね、一番最初に紹介したラオジャケットっていうのの、まあ弟バージョンみたいな感じなんで、これはケンシロウのジャケットになってます。ちなみにこれよりもう一個下の弟がいたらですね、ジャギーみたいになるんですけども、ジャギーで言うとどれかな。まあこの辺のスクープジャケットがジャギーっていう感じかな。まあ俺の名を言ってみろっていう感じでね。これがまあジャギーなんで、まあジャギーは僕あんま好きじゃないんで着ないんですけども、こちらのね、マウンテンライトもね、着ていきたいなと思います。まあこれに関しては別にいいとこ悪いとこも全部知ってるから、もう特に言うことないからもう着ませんやっぱりね。で、次に行きたいなと思うんですけども、とは言いながらも、まあインナーはね、これロンティー僕よく着てるんですけど、まあロンティーに関してはね、もうずっとこの3、4ヶ月前から白も黒も着てるのが、これ自分で作ったロンティーを着てるので、これに関しては、まあ特に変わりません。まあこのまま4月も多分着ると思うんやけども、じゃあその上何着ていくかですよね。それはまあ例えばこういったね、こういったインナーダウン的なやつ着ていくっていうことになるんですけど、まあパタゴニアやったらこの辺。で、モンベルやったらね、この辺の薄いのがいいかなと思います。だからね、決して、こんなゴツゴツのダウンはもうやめましょうね。この薄手のダウンぐらいやったらまだ3月着れるんやけども、もうモコモコになる時期はもう終わりました。もうスタイリッシュになっていきましょうということで、このモンベルとかも使い勝手いいですし、まあこれに関しては定番で売ってるから、ほんまいつでも買えるんですよ。で、こっちもそうやけどね。あのアークテリクスから感謝状をいただきたいと言ったアトムエアルフーディ。これに関してはですね、今年アトムエアルフーディアークテリクスで売れた1割ぐらいは僕貢献してると言っても過言じゃないんじゃないます？まあ過言かもしれんけどね。アトムエアルフーディ買いましたよってめちゃくちゃ聞くんやけども、これね、ちょっと着いひんかったらね、え、何が良かったかなと思うことあるんですよ。まあ、今時期やったらちょうどいいですよね。こう、ダウンっぽくないのに、ちゃんと中にね、綿が入ってるから、暖かいし、スタイリッシュに着れるから、春先ちょうどいいよね、なんていうのもそうなんですけども、それ以上にもね、まあ、こうやって上まで締めてるじゃないですか。で、まあ、急にこう、脱がなあかんとかなった時に、こう、大体チャックってグッて引っかかるんですけどね、これに関してはね、めちゃくちゃ柔らかいんですよ。だから、こんな感じピューって開いてくれるし、着る人のことをね、めちゃくちゃ考えられたね、このジップの使い方っていうか、ジップの柔らかさになってるんですよね。まあ、だからいいよね、ということなんですけども、まあ、どっちかっていうと、今まではね、ちょっと寒い寄りにちょっと寄ってましたけども、もうちょっと暖かい日もあるじゃないですか。3月でも結構暖かいなっていう日があったりするんで、そんな日はね、こういうね、ちょっと薄めのジャケットもありかなと思うんですよ。これに関しては裏生地とかも特にないし、まあ、ほんま一枚パッて羽織る感じやねんけども、まあ、例えばこうやってインナーダウン着てますと。で、インナーダウン着ててね、僕から上こういうのパッて羽織ってあげてれば、この組み合わせでだいたい10度から15度ぐらいの温度は全然いけると思います。だから春先やったら、ピークが10度、15度になること結構あるんですよね。で、まあ、ちょっといきなり夕方寒くなってきたなっていう時はね、ギュッて前まで締めてあげれば、全然これで対応できるんで、もうダウンはね、卒業していきましょうと。で、来月はですね、さらにこういう薄いタイプがもっと出てくると思います。で、このアルファ S5 はちょっと高いからね、他のやつないのって言われたりしたらね、まあ、こういうね、ゼータがあるんですけど、ゼータはもう古いよと、もう新しいのあるやんか、ベータジャケットっていうのがあるやんかって言われたらね、ちゃんと用意しております。もうこれも購入しておりますので、またレビューしますので待っといてくださいね。で、それ以外にもね、こういったコーチジャケットなんかもね、来月はそろそろ出てくるんちゃうかなということでね、今日はこの辺で終わりたいなと思います。ということで、本日はですね、3月に着たい洋服を紹介してみたというところになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。